こんばんは。あ、こっちは夜なんですけど、そちらはいかがでしょうか。ちょっと遅くなってしまったんですけど、ちょっとこのチャンネル内での第1回目のお祝いをしたいなと思います。笑えるんですけど、祝いチャンネル登録者数イコール島民人口615人。この615人っていうのは、多分現在の島民人口です。この島民人口っていうのは結構 YouTube を始めた時に、一つの指標にしていたというか、615人にもしなったら、なんかそこでちょっと何か一区切りじゃないですけど、何かこう達成したってことにしようって思ってたんですけど。ようやく615人達成っていうこの間観光協会で観光客の方とお話をしていて、島民人口達成してみたいな、次はたぬきの2000人が目標なんですよみたいな話をしたら、その観光客の方、この島の村長さんとお話をされていたみたいで、なんか村長さんも全く同じことをおっしゃってましたよみたいな村長と意思疎通しちゃってるのかな、どうなんでしょうか。少し話が長くなってしまったんですけど、今日はちょっとYouTube を通して、この半年というか、半年じゃないな、この辺り今すごい顔出しして動画撮ってるんですけど、本当はもうめっちゃ顔出しするっていうのにすごい顔出しをする第一歩までの足がすごい重かったですね。腰が重かったです。もう顔を出すってことはいろんなリスクがあると思うんですよ、多分きっと。その島来る前に、島の人の顔が、わからないというか、どういう人が住んでるんだろうとか、そういうのが不安要素の一つだったので、情報発信をするってなった時に、私が顔を出してなかったらよくないですね。すごい悩んだんですけど、顔を出してみたっていう。顔を出してみたら意外とその後はすんなり。なんてこともなかったかのような感じです。いつも自分に言い聞かせてるのは、100年後は自分もですし、自分の周りもみんな死んでるので、言うても、この作る動画、顔出してる動画が出回るのも、ここ何年かの問題だろうっていうかさ。ネガティブな理由でやっております。現状はすごいたくさん動画を、作らせてもらってるんですけど、島の方にこんなに協力をいただけると思ってなかったので、本当にありがたいと思ってます。なんかあんまりこう作った動画を見返すのが恥ずかしくてですね、自分が映ってたら飛ばして見てるんですけど。改めて本当にいろんな方に協力いただいていたなって感じてます。島に来て半年ほど経ったんですよね。4月に移住してきて、今9月なんですけど、9月中旬までは地に足がついてない状態でした。最初はすごいもう YouTube やる気というか、情報発信やっていくぞっていう感じで、それが仕事内容ということで。やるぞって感じだったんですけど、 YouTube 以外にもいろいろ地域振興課っていうところに私は所属しているので、その課の中のお仕事っていうのもあったりとか、情報発信ってなるといろいろ流れてくるものがあって、なんかこういろいろやりたいこととやらないといけないこととっていうのがたくさんいっぱいいっぱいになってきて、物事にこう優先順位をつけられない、本当に冷静に物事を判断できなくなっていた半年間の、本当に取り戻せなかった半年間ですね。その本調子を持ってって5歳地っていうイベントも初めてやったんですけど、結果は多分すごい良かったんだと思うんですけど、なんか結果良ければ全てよしっていうわけにも自分的にはいかなくって、家庭がやっぱりボタボタだったんですよ。その時すごいイベントをやる余裕もなくって、だからこそですけど、すごいなんか反省点が半年間はもういっぱい。9月になって、移住フェアっていうのがあって、その移住フェアっていうのは移住相談会みたいな感じ、そのイベントがあったんですよね。それが大阪であって、そのイベントに行かせてもらったんですけど、ついでに夏季休暇で1週間ぐらい有給休暇と一緒にとか振り替え休日とかもくっつけて1週間ぐらい実家で暮らしたんですけど、なんか本当にそこで結構やっと地に足がついて、今すっごいなんていうか、物事を冷静に取捨選択できる、結構元気な感じで、すごい健康体になって帰ってきたっていう感じですね。あともうちょっと肌寒くなってきたんですけど、この十島の秋すごい心地よくて、私的にすっごいいい香りするし、なんかこう肌寒いのもすごいなんかわかんないですけど心地いいですね。なんか、人によっていろいろ過ごしやすい季節っていうのはあると思うんですけど、そもそも私は秋がすごく過ごしやすいだけかもしれないんですけど、今超ハッピーですね。超ハッピー。また秋の秩父の景色とかをまた撮影していきたいなって思うので、お楽しみにしていてください。最後に615人っていうのは、少ないように思われるかもしれないですし、私も「まだまだですね」とか言ってるんですけど、ゼロから始めた自分にとってはめちゃめちゃ大きな数字です。本当に一人一人が貴重というか島の中歩いててもですね、動画投稿した次の日に「動画見たよ、昨日動画見たよ」みたいな「お話がすごい面白かったよ」とか、そういう本当にリアクションを一ついただけるだけでも本当に活力になっているとか、コメントも、してくださる方がちょっとずつですけど増えてきて、それもものすごく活力になっています。ありがとうございます。ちなみにこのワッフルはゲストハウス神島さんのワッフル、黒ワッフルです。めっちゃ美味しそうっていうか、本当は5個買ってて。5個並べてたんですよ。気づいたら参考になってましたね。